皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、うんち棒というですね、こちらのですね、はい、伸びるうんち棒のね、商品レビューをしていきたいと思います。しております。はい。定価がですね、200円ですね。税抜きです。はい。はい、うんち棒をですね、うん、ちなみになんで買ったかっていうと、僕も記憶がございません。ねえ、なんか言ってたよね。買った時にそうなんか買おうかなと思って、なんで買ったんでしたっけ。いや俺もあんま覚えてないということで、うんち棒のですね、はあ、開けたいんですけど、開けてもらっても、ラグ君、ラグ君もう開いて開きました。全然わからないです。ラグさん、あ、開きましたよ。おー、はい、すげー、開いた。すごくないよ。すごい、はい、開きましたね。じゃあちょっとうちカメラでうまく僕の撮っていただいて。結構伸びるんですね。伸びますね、結構、うん、あ、結構いい感じに。これ何に使うんですか。これとかに使えるんじゃないですか。こうお天気予報とかに使える。ああ、お天気予報そうです、ね、お天気予報してください。横に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 、はいはい、あ、逆そうそうそうそお天気予報とかに多分使えると思います。今日の天気は、はい、関東の天気は、関東の天気は、まあ、今日はうんちということで、うんちが降り注ぐよっていう、全然ね、やだな。北海道の方はまあちょっとうんち降るかな。うんち降る。控えめに。全国的なうんちですか今日は。全国ということでですね、はい、うんち棒の使い方っていうのを今日は皆さんに学んでいただいたと思うんですけど、どうでしたか亀さん。いや全然なんかこうお天気予報にしか使えなくて、あ、他のやり方も見たいところがありますね。これをですか。はい。例えるなら思いつかないです。